今回はテントを守れ薪ストーブの火の粉対策第2弾で、薪ストーブの煙突から出る火の粉によるテント穴あき防止に取り組んでいます。使用しているストーブはウィンナーウェルノバドビュー L サイズです。第1弾では純正のスパークアレスターにさらに目の細かいメッシュで囲み、ダブルスパークアレスターとして火の粉飛散防止を行いました。今回の第2弾では煙突に二次燃焼機能を持たせ、煙や火の粉を完全燃焼させ、火の粉そのものを抑えていきます。原理は二次燃焼ウッドストーブと同じで、煙突の外で温めた空気中の酸素を煙突内に取り込み、燃焼させるものです。図は一次燃焼、二次燃焼のストーブを示したものです。左の一次燃焼ストーブは一次燃焼しますが、不完全燃焼した場合、未燃ガスである煙はそのまま煙突より排出されます。真ん中の二次燃焼ストーブは、ストーブ内に酸素を取り入れる吸気口を設け、未燃ガスを再燃焼させ二次燃焼となります。右が今回の対策で、ストーブ本体の中ではなく煙突に酸素を取り入れる吸気口を設け、未燃ガスを二次燃焼させます。さらにストーブ内の燃焼状態を詳しく説明します。対策前の一次燃焼ストーブの状態では、問題点1として、不完全燃焼の場合、煙の発生、火の粉すすが酸欠くすぶり状態で煙突を通過します。問題点2として、スパークアレスターの金網の目より火の粉すすがすり抜けします。外気に触れた火の粉すすは酸欠から解放され再燃してしまい、この炎がテントに穴を開けることとなります。対策内容と燃焼状態を示しています。対策1として、二次燃焼煙突をつけます。酸素を取り入れることにより煙を完全燃焼させ、煙、火の粉、すすを低減させ、灰のみとします。完全燃焼により燃焼効率アップ、熱量大とします。対策2として、ダブルスパークアレスター、純正のスパークアレスターにさらに目の小さいメッシュを追加して、火の粉、すすのすり抜け防止をします。それでは二次燃焼煙突を作っていきます。ウィンナーウェル L サイズのショートパイプです。塗料管はパイプより径が大きく、長さは短いものです。酸素を取り入れる穴や合体させるための加工を行っていきます。塗料管の持ち手を外していきます。点溶接されているので、ゆっくりひねって外します。穴あけ箇所にラインを引きます。マスキングテープを巻き、円周の長さを測ります。
マスキングテープに等間隔に印をしていきます。再びパイプに貼り付けて印をしていきます。印の箇所にパイ5ミリの空気穴を開けていきます。パイプと塗料管をネジで固定する穴位置です。穴開けしやすくするためにセンターポンチでマーキングをします。まず小さいサイズのドリルで下穴を開けていきます。さすがにステンレスなのでドリルの刃先が摩耗するので砥石で刃先を研ぎ直しします。直径5ミリの穴開けです。塗料管にパイプが入る穴を開けます。自作の切削工具で先端に切削チップを取り付けました。切り口をヤスリがけします。パイプおよび塗料管の穴開き完了です。パイプと塗料管の組み立てを行います。パイプと塗料管はボルトで固定します。二次燃焼煙突の完成です。二次燃焼煙突のテストを行っていきます。薪ストーブに装着します。ストーブ燃焼時には下の約10ミリの隙間より空気中の酸素が熱により上昇します。また煙突装着時には煙突効果により穴より酸素が吸い込まれ二次燃焼します。ストーブ本体および二次燃焼煙突が炎により加熱されていきます。ストーブおよび二次燃焼煙突が高温になったところで二次燃焼の炎が確認されました。
ストーブ内の薪の燃焼が激しく、炎の流れが速い場合、このような穏やかな炎は見られません。ただし確実に空気穴より酸素が取り入れられ、完全燃焼し、燃焼効率アップとなります。この美しい二次燃焼も煙突をつなぐことにより、直接見ることができないのが残念です。もう一つの火の粉対策のダブルスパークアレスターです。純正のスパークアレスターにさらに目の細かいメッシュで囲み、火の粉、すすをブロックします。こちらの製作も動画にしていますので、よろしければ概要欄をご確認ください。二次燃焼煙突に煙突を追加することにより、煙突効果でさらに酸素が吸入され、完全燃焼、高燃焼となります。二次燃焼煙突の使用後の状態です。パイプの方は熱による色の変化はありますが、外側の塗料管はほぼそのままです。取り付けネジも熱による損傷もありません。以上、火の粉対策の二次燃焼煙突およびダブルスパークアレスターのご紹介でした。